こんばんは、新タです。スター・ウォーズ・ジェダイ・フォール・オーダー、実況始めたいと思います。今日はちょっといつものシナリオとは趣向を変えて、このですね、エイルラムの霊廟のアイテムボックスの場所を、えー、3つあるんですが、それをお伝えします。1つ目はまあ今来た道をたどっていただいて、これフォースプッシュがないといけないです。 もう少し取ってから来てください。で、こっちから出ると、これを押してね。ここにあります。これは見つけることできた人多いんじゃないでしょうか。じゃあ次に、二つ目。さっきのとこ戻りますね。次に二つ目なんですが、えー、っと、 ここにありますまずこの辺り立ってこのボールを外してください。でちょっとでここに柱が降りてくるのではいこれ戻るとボールが戻るとこの柱が上に行きます。でここに2つ目これを見つけるのもかなり苦労しました。 で、帰り道こちらになります。この滑り台。で、ここに戻ってきます。三つ目はこちらです。もう、一時間以上駆けずり回ってようやく見つけました。こっち。ここをね、下ると、 この紐掴みますね。で、普通これまっすぐ行くんですけども、ちょっと左を見てください。あのロープありますね。た、え、だ、ー、ちょっと行ってみますと。あ、よし、2回目にしてやっと行けた。ここ、もう1本。見えますかこれが3つ目のアイテムボックスです。 ああ、もう本当に1時間以上かかってね。あースキャンもしてる。ようやく見つけました。もうこれを見つけたときはもう動画にするしかないと思って、シナリオとは関係ないんですけども、えー、ちょっとこれだけ単独で動画にしました。今、アイテムボックスをね、たくさん集めてる最中なんですけど、ここが一番僕はわからなかったですね。 最後に、ここのシークレットを取るにはどうしたらいいか、これも僕全然分からなかったんですが、えー、よく分かりました。こいつ、こいつをですね、ホースプッシュで向こうに飛ばしてあげると爆発するんです。まあ、これもう破壊してあるんですけど、ホースプッシュで飛ばすと、ここのね、扉が爆発して開くということになります。いかがでしたでしょうか。今回は短いですけど、 ちょっとすごい手こずったところをご紹介するので、えー、参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。